自衛隊式通信システム隊は、市ヶ谷中屯地に所在する統合枠領艦ブレーカーの情報通信部隊である。自衛隊法第21条の2、共同の部隊及び自衛隊法試行令第30条の16に設置根拠を有する。通称 C4SC。これまで陸、海、空自衛隊が参加してきた国際連合兵力引き離し監視軍。 国際緊急援助隊等に代表される統合部隊は、要請に基づきその都度編成され、統合幕僚長の命で任務を遂行してきた。中期防衛力整備計画構想により、自衛隊創設以来初の常設統合部隊となった。自衛隊式通信システム隊の任務はこれまで、統合幕僚幹部式通信システム部、式通信システム運用課が担ってきたものである。隊員は、 陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の自衛官及び事務官、議官をもって編成されている。2014年にはサイバー防衛隊を新編し約300名が在籍している。サイバー防衛隊は人員を将来的に1 0名体制に拡大する方向で検討されており、中期防衛力整備計画発動以降は毎年度増員されている。 令和3年度外算要求において、当隊を廃止し、約540人規模の自衛隊サイバー防衛隊に再編成される計画が明らかとなった。自衛隊式通信システム台。ありがとうございます。